文珠。文珠は、日本の福井県鶴ヶ市にある、日本原子力研究開発機構の、高速増殖炉である。研究用原子炉との位置づけから、商業用原子炉と異なり、文部科学省の所管となる。高速増殖炉実用化のための原型炉として、建設されたが、冷却用ナトリウム漏れ事故等のトラブルにより、ほとんどの機関は運転停止状態であった。 2016年12月21日に廃炉が正式決定された。文字は MOX 燃料プルトニウムウラン混合酸化物を使用し消費した量以上の燃料を生み出すことのできる高速増殖炉の実用化のための原型炉であり、高速実験炉常用でのデータをもとに建設された日本で2番目の高速増殖炉である。核燃料サイクルの計画の一環であり、 新型転換路普遍と共に開発が進んでいた。日本国政府は高速路開発を国家プロジェクトと位置づけており、国際的にも高速路をはじめとした第四世代原子炉の研究開発において主導的な役割を果たしているとされた。文字はその中心となる施設である。2011年現在、常用及び文字によって得られたデータをもとにして、 高速増殖炉開発の次の段階となる実証炉の設計が行われている。文字は1995年に冷却剤の金属ナトリウム炉へと、それによる火災事故を起こしたが、事故が一時隠蔽されたことから各所で物議を醸した。その後、運転再開のための本体工事が2007年に完了し、2010年5月6日に2年後の 本格運転を目指して運転を再開した。しかし、2010年8月の路内、中継装置落下事故により、再び稼働ができなくなった。2012年に再稼働する予定であったが実現せず、2016年12月21日廃炉が正式決定された、不死、歴史を参照。文字の目的は、高速増殖炉の原型炉として実用化。 商用化に向けた技術開発に寄与することであった。すなわち、その設計や建設、稼働の経験を通じて、高速増殖炉の発電性能及び信頼性、安全性を実証し、また高速増殖炉の経済性が、将来の実用炉の段階において、既存の発言炉に対抗できる目安を得ることであった。文字は、日本原子力発電株式会社鶴ヶ発電所と、 関西電力株式会社三浜発電所の二つの発電所と接続されている。文樹の名は仏教の文樹菩薩に由来する。若沢に面する天橋立南側にある天教山、千音寺の本尊から来ていると言われる。新型天換炉、普ともに文樹、普遍の両菩薩は知恵と慈悲を象徴する菩薩で、獅子と像に乗っている。それは居住の強大なパワーも、 このように制御され、人類の幸福に役立つのでなければならないと願いを込めて命名された。文字の命名は、他の新型動力炉、常用、普遍とともに、動力炉、各燃料開発事業団、同年の副理事長、清成進、清成進が発案したものであるが、その発案にあたっては、当時の仏教学会や国文学会の首脳とも、 相談したということが、当時の広報室長、関根明あたるの証言で判明している。仏教学会では、宮本正尊、国文学では、時前魔炉の名前が挙げられている。高官でよく言われる、総統州の大本山永平寺の漢住住職が名付け親という話、清成に助言したというのはご情報である。永平寺の帰還誌、参照第630号。 1996年3月では、漢字命名説を訂正、謝罪しており、命名の時期が1970年、昭和45年ということからも成り立たない。ここでは公式の表記との比較のため、言語をも、併記している。文書の原子炉設置許可について、周辺住民32人が、国、経済産業大臣による、 設置許可の認可を無効とすることを求めた行政訴訟1985年提訴が争われ2003年1月27日には名古屋高等裁判所金沢支部が文書の設置許可処分が無効であることを確認する判決を一度下したその後の2005年5月30日最高裁判所は国の安全審査に見過ごせない過去や欠落があったとは言えず 設置許可は違法ではないとの判決を下し、国の勝訴が確定した。一方で、文書の建設、運転の定めを求めた民事訴訟も起こっていたが、2003年に原告が訴訟を取り下げた。1995年12月8日に発生した文書のナトリウム漏洩火災事故において、事故現場の様子を撮影したビデオの一部を隠したことが発覚し、マスコミに追及された。 ビデオ隠しが判明した時期は1995年12月25日だったにもかかわらず同年が1996年1月12日に開いた隠蔽公表の会見では会見直前の1996年1月10日と虚偽の発言を行った。この会見の翌日の1996年1月13日、ビデオ隠しの匿名内部調査員として マスコミ報道の矢面に立たされていた、同年総務部次長の遺体が発見された。警察発表で自殺とされ、その後、マスコミの追及は尻すぼみとなっていった。遺族は自殺の原因を同年に、嘘の記者会見を強要されたためであるとして、損害賠償請求訴訟を起こしたが、2012年1月31日付で、敗訴が決定した。 文珠の冷却剤である金属ナトリウムは摂氏200度以上の高温で運用されており空気中の酸素に触れるだけで自然に発火するため取り扱いにあたっては非常に注意を要する。1995年二次冷却系で温度計の破損によって金属ナトリウムが6 4 0ラムプラスマイナス4 2ラム、推定が漏洩し火災となった。この事故は 国際原子力事象評価尺度では、レベル1と判定されたものの、事故への対応の遅れや動力路、各燃料開発事業団、当時による事故隠しが問題となった。この事故以来、文樹は運転休止状態が続き2010年まで運転を停止していた。12月8日、文樹では運転開始前の点検のための出力上昇の試験が行われた。 その後目標の熱出力43%を目指し、出力を徐々に上げていたところで事故が起きた。原子炉を急激に停止させる緊急停止は、炉に負担をかけるため、炉を保護するために、緩やかな出力効果を目指した。その後、非常に大きなベル音が連続して鳴動するため、運転操作の妨げになるとして、ベルの停止操作を行った。そのため、 別の火災放置機がさらに発放していることに気づくのが遅れた。翌日午前2時、事故現場に立ち入り、状況を確認したところ、交友圏の鋼鉄製の床が侵食され、さらにナトリウムが周囲にスプレー状に飛散していた。なお、漏洩した金属ナトリウムは二次冷却系のもので、放射能漏れはなかった。事故後の会見は、文樹のプレスセンターで行い、 同年は事故当時撮影した1分少々のビデオを公開した。しかし数日後、これがカット編集されたビデオであることが発覚し、マスコミに指摘を受けた同年は未公開部分を順次公開。当初のカット編集は報道によるメディアスクラムや反原発団体による球団を懸念した職員の判断で行われたものとされるが、これがマスコミ等に 情報隠蔽ありきと受け取られたことで、結果的に裏目に出る形となり、より強い不信を煽ることとなった。数日後、同年は、事故発生直後の現場のビデオが、さらに存在すると発表。おびただしい量のナトリウムが、施設内に飛散した映像が与えた衝撃は、大きく、幾度にもわたり、新聞や TV ニュースで使用され、報道が加熱した。その中で、 報道の矢表に立たされた同年総務部次長が死亡し、死因は自殺とされた。事故から1ヶ月経った1996年1月8日未明、前夜から行われていた漏洩箇所の X 線撮影によりナトリウム漏洩の明確な原因が明らかになった。それまで最も有力だったのはナトリウムの温度を測定する熱伝体温度計の収めてあるや。 ウェルと配管の接合部の破損であった。サヤはナトリウムの流れる配管の中に棒状に突出しており、直径3 2ト、mm、ルの温度計を保護する役割を果たしていた。このサヤは頑丈に作られており、ナトリウムの流速程度の機械的負荷で接損するとは考えにくかったため、破損箇所があるとするなら接合箇所だろうと考えられていた。しかし、 X 線写真によれば、鞘の先端は途中のくびれ部分から完全に接損しており、中の温度計は45度ほど折れ曲がった状態で、管内にむき出しになっていた。日本原子力研究所が調べたところ、ナトリウムの継続的な流れにより、鞘に振動が発生、徐々に機械的強度が衰え、接損に至ったことが分かった。さらに、 火災放置機が広範囲で発放した理由として、ファン付きの換気ダクトによって、白煙の拡大を招いていたからであったことが、明らかになった。直径 60cm のナトリウム管路の下方に、直径 90cm の換気ダクトがある。事故当時、換気ダクトのファンは作動したままになっていた。原子炉停止後ナトリウムの抜き取り作業が進み、ナトリウムの液位が下がったことで、 ようやく自動停止した。また、管路周辺に、スプレー状に、ナトリウムが飛散していたことも予測できない事態であった。高速増殖炉では、金属ナトリウムは加圧されていないため、スプレー状に飛散するほどには、勢いよく噴出しない。しかも、問題の配管は全て保温材で覆われており、仮に管内が多少加圧されていても、スプレー状の飛散には至らないはずである。 調査の結果、換気ダクトのファンに付着したナトリウムが遠心力で周囲に飛散していたことが分かった。事故発生直後、運転員は緩やかな出力効果による原子炉停止を行っていたが、これは運転マニュアルに違反した対応だった。運転マニュアルには火災警報が発報した場合は直ちに原子炉を緊急停止するように記載されていた。再開は4回ほど延期されたが、 経済産業省、原子力安全、保安院内閣府、原子力安全委員会が2010年3月に安全性を妥当と判断し、2010年4月28日に福井県知事も運転再開を了承。2010年5月6日、停止後から延べ14年後ヶ月ぶりに運転を再開した。5月8日には出力0.03%で、 各分裂反応が一定になる臨界に達する。予定では、2011年度に出力40%に上げた後、3段階で出力を引き上げる、性能試験を3年間行うとされており、発電は2011年5月頃から開始し、本格運転に入るのは2013年4月になる、見込みであった。再開後も、性能試験中にご警報や故障などのトラブルが、 頻繁に起こっており、またトラブルは代償問わず迅速に公表するように念を押されていた。だが、再開初期には公表の遅れがあったり、2010年5月10日には、操作方法を熟知していない、運転員による操作ミスで制御棒の挿入が中断するといったトラブルも起こっている。相次ぐ危機器のトラブルや一部工程での当初計画より、時間がかかりすぎることなどに対応するため、 運転資格を持つ、運転員の再教育や試験担当者の増員、運転管理工場検討チームの設置が発表された。2010年8月26日、路内中継装置を吊り上げ作業中に落下させる事故が起きた。日本原子力研究開発機構は2010年10月1日、落下による影響はないとして、装置の引き上げ作業を続行し、同年10月4日、 直後に、中断と13日に24回の引き抜き作業を、試みるもののいずれも失敗した。路内中継装置は燃料を、燃料交換時に仮置きする、金属製の筒で、原子炉容器に蓋をしている構成の遮蔽プラグの穴を、通して出し入れする。直径46センチメートル、長さ6メートルの2本の筒を8本のピンで縦に、繋いだ構造で、全長12メートル、 重さ3.3トン。下から約5メートルの部分に接合部があり、この接合部あたりで抜けなくなっていた。また路内は、アルゴンガスや、不透明なナトリウムに覆われており、変形部分を直接目視することができず、作業は難航した。その後、以下の推移を経て2011年に、装置の引き抜きに成功した。2012年、平成24年11月。 日本原子力研究開発機構は、保安規定に基づく機器の点検漏れが9679個あったことを原子力規制委員会に報告した。2013年、平成25年2から3月に原子力規制委員会が立ち入り保安検査したところ、非常用発電機などの重要機器に関するさらなる13の点検漏れが発覚した。これらを重く見た。 原子力規制委員会は2013年5月13日原子炉等規制法に基づき日本原子力研究開発機構に対し文字の無期限の使用停止を命じる方針を固めた。同月17日には原子力研究開発機構理事長の鈴木厚行が隕石辞任。同月30日には試験運転再開準備の停止が正式に命令された。 2014年1月には、この点検漏れと指摘を受けて、点検計画の内容を確認中だったにもかかわらず、見直し完了を原子力機構が規制委員会に報告していたことが発覚した。2015年、平成27年3月23日、日本原子力研究開発機構は、同年9月までの運転停止解除を目指して、文部科学大臣に対して、 点検漏れを発生させない体制を再構築したとする報告書を提出した。しかし3月2日から実施していた保安検査でナトリウムの流れる原子炉一時冷却系の配管に関する劣化状況の検査や補助冷却系の配管肉圧検査に不備があったことが判明し3月25日に公表された。これらの配管は原子炉の安全上特に重要な クラス1に分類されている。2014年、平成26年9月に、原子力規制庁が立ち入り、保安検査をしたところ、ナトリウム漏洩化再事故に際して設置され、2007年に運用が開始されていた監視カメラ180機のうち50機、あまりが故障し、映像が映らない、左右に動かない等の状態にあることが判明した。ものによっては、 故障から1年半以上放置されていたものもあったが、原子力機構は故障のことは知っていたが、カメラはすでに製造が終了していて交換できなかったとしている。文ュをはじめとした高速増殖炉に使用されるモックス燃料はプルトニウムを含んでいる。文ュのモックス燃料は茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構の 東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所から出荷され、常磐自動車道、首都高速道路、東名高速道路、名神高速道路、北陸自動車道を経て、福井県鶴ヶ市の門司までトラックで輸送される。この際、テロを警戒して、警備車両や警察車両が伴走するが、特別な交通規制はなく、一般の乗用車やトラックと共に高速で走行する。 輸送容器、モンジュ F 型は9メートルからの落下衝撃に耐え、摂氏800度30分の条件下に耐えうるもので、あるが実際の高速道路での事故の衝撃やトンネル火災の温度はそれ以上になることが心配されている。モンジュに対する批判は内閣府原子力委員会が1997年に設けた高速増殖路懇談会の席上で、 事務局の手による簡易な過剰書きではあるが、公開されている。この批判意見に関して、今段階で議論がなされたが、最終的な報告書では開発継続への反対意見が復帰されたものの、従来の開発推進の方向性を肯定する結論となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。